らっしゃいましたね。かのあやかしはこの一帯を根城にしている様子。アンジー様、こちらをお持ちください。今でこそかようなありさまですが、かつての神のご殺生、伊豆古賀にジャハライの力が残っておるやもしれません。見つけ出せばきっと安神様の助けとなりましょう。やめたまえ、神前である。狼藉者には神罰が下らぬ。
愛魔の篝火に火を灯さねば。神が宿るこの島が何というありさま。罰当たりな者どもは耐えぬの。
できない。ガス剣で内府家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ、大谷行部殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠、多くの大名がすでに密約を結んでおります。三成殿も人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば物のわからぬ大名どもに今一度義を説こう。文か。また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、行部殿よ。うん、もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今さら正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五国の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。いらっしゃい。
またどうぞ。アンジンの国にはどんな刀があるの？ねえねえ、海の向こう。またどうぞ。
お始めくださいませ。石田方も西国の調略を進めておるようだが、分があるのは吉川、小早川を調略したこちら。ウィリアム、大阪は華やかな町、お主にぜひ見せたいと思っておった。帝のおわす京にも近い。
ついに大阪で家康様にお目通りが叶うぞ。手を上げ。霊が見え、怪異を切るというのはまことか。君子、怪力乱心を語らずじゃ。花からそのようなことを口にする者に信を受けようか。This one has absolutely no power. Anzo.Do you seriously follow this pretentious little prick? 何を言うておる？鳥居殿、その者は影武者だと言うておりまする。こやつは、もっと名護を話しておったであろう。それに半蔵、そこもとが事前に話しておったのではないか。何がおかしいじゃ。まあまあ、鳥居殿、半蔵殿の推挙もあることですし、全く荒唐無稽と切って捨てるもいかがなものかと。拙者に等しやんがあり申す。